さて、昨日はね、このぐらいの時間にモカがもう脱柵してたんですけどね、ちょっと今日はね、高くなっちゃったからね、警戒しています。あんなチビでしょ、本当に。一郎のお尻よりもちっこいでしょ。これが飛んじゃうんですよ、本当に。モカ飛ぶか、どうだ。